熊谷貴一郎熊谷貴一郎から1949年10月9日は日本の内務官僚。カラフト町民政長官、幹線県知事。熊谷定蔵の長男として江戸で生まれる。1892年、帝国大学法科大学を卒業。同年7月、内務省司法となり社事局に配属された。1893年11月。 北海道庁参事官に就任。以後、内務所機関、通月都務省所機関、農省務省、陸軍省、内務省の各参事官、県台湾総督府事務官などを歴任。1905年8月、カラフト民政省が設置されると民政長官に就任。1907年4月、カラフト民政省がカラフト庁に改編され、引き続き民政長官を務めた。 カラフト町では、長官のクスノセユキヒコと不仲になり、第一次、西恩寺内閣の内務大臣である原隆氏は1908年4月24日に、両名を更迭し、熊谷は同年6月12日付で山梨県知事に就任した。県民からタコ入道の異名をもらった。山梨県政においては明治40年の大水害からの復興に尽力した。 1912年3月27日から4月4日には、皇太子、吉人親王の山梨県行刑が行われている。熊谷は3月9日に上京して、皇太子行刑の内示を受けている。同年12月14日には、江戸時代の甲府藩主で、大老閣、柳沢義安に対して、増樹三味の作命にあたり、作命氏を務める。 1913年6月、山梨県知事を休職。1914年4月、石川県知事に就任。1915年4月、石川県知事を自主体観した。ありがとうございます。